のチャンネルということで、今日もスタッフさんが用意した企画をやるんですけれども、今日は何にしましょうか。今日は TikTok 撮ってもらいます。はいはいはい。いやでも TikTok 今すごいんでって言ってスタッフに載せられて、2回目やったら全然再生回数いかへんやんけっていう結果に終わってんねんけど、もう1回やるのね。そうです。まあ今日はひとまず違うものを撮ってもらいます。あ、違う感じで撮るんや、はい、ただ撮るだけじゃないです。はいはい。いつもは速度どれで撮ってますか。めっちゃ遅いやつですよね、うん、今日は。しかも完璧主義者だから、宇宙的には。だから何回かやり直していいのをやっぱり残したい。今日は完璧をぶっ壊してもらいます。どんどん離れていかへんファン。もうちょっと一生懸命さが見れるような。一生懸命やってるけど全部。撮影風景をね、もっとみんなに頑張ってるところを見せれたらと思ってます。見せれてへんかった。今日はなんと 0.5 倍で撮ってもらいたいと思います。0.5 倍っていうのは普通の速さでもないってこと。そうです。いつもはそのゆっくり撮って、ゆっくり撮って、はい、それを倍速で撮ってゆっくりになります。え、そんな風にして撮ってる人っているの。います。その動画で、まあ、バズってる人も何人かいます、うん、みんなでうちを笑いもにしたいってことね。うちなんなんこの若いスタッフに言われ若者に笑われるこのループというかルーティーン。これがいつも通り撮ってます。これが普通で今これ見てる分に、そのわけのわからない言葉とダンスが出てきてるうちの中で。そうですね。はい、まあ一発目はおなじみめぐみをしてもらいたいと思います。それはね、できると思う。逆に面白くなくなるけどいい。もうできちゃうから、もう早速そのいっちゃいますか。はい、 0.5 ですね。5年どうなるか。はい、できちゃうよ。3、2、1。みんなすごいね。何もやってやんな、ただただ走ってたよ。これ難易度簡単です。これで簡単な。うち一気に汗出たんやけど。ちょっと待って、顔なんか気抜けないね。そうです。じゃあもう 0.5 いきますか。最初やってできひんかったやつをもう一回やる。もう一回。オッケーオッケー、リベンジリベンジ。オッケー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 。3、2、1。はい、できました。あ、でもこれでも遅れてるね。じゃあラストちょおまけでめっちゃ速いやつやってみる。やってみますか。絶対無理やけど。もう一回 0.5 垂らしてもらっていいですか。なんで、なんでか言って。理由による。消してもうた。そういう可能性があっちゃう。え、怖い。なくなった。ないですね、すみません。怖い。怖い。ねえ、ここまで入れといてや。うちが一生懸命やったやつを新人スタッフが下書き保存せずに消すっていう事態。もう一回差し上げます。もう一回お願いします。OK、いいよ。うちも YouTuber としては新人やからな。ここで怒ったからな。いいの、全然年下で、もういいのいいの、年下にそうやってそういうことを聞いて。じゃあもう一回いきますね、うん、ほら、もう余裕出てきてる。これでもいいんちゃう。今日の撮れたんじゃん。いや、一回マックスのマックスをやってほしさ。あ、そうです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 。聞き取れへんやつね。さっきは 0.5 です。いくね。じゃあまたカウントありますね。はい、3、2、1。そもそも、うん、普通に撮った方がいいんちゃう。